こんにちは、皆さん。オクラのチンナリアです。エビ大好きです。ヨモライになりたい、だからゴーストスシマをプレイしたいと思います。本当はこれは2回目、ゴーストスシマ始まるのは2回目なんですけど、最初だったのは2021年の12月ぐらいに、あのゴーストスシマと私のチャンネルを始めようと思ってプレイしましたけど、その後、まあ、いろいろあって、とにかく今日は最初から日本語でゴーストスシマをプレイしたいと思います。プレイゲーム実況を始めたいと思います。ぜひ見てください。よし、難しさ、優しい、普通、難しいと、何これ、あ、一回死んだらもう終わりってこと？いや、私普通でやりたいと思う。そうですね、モードを選択。モードって何？あー、字幕なし。英語の字幕、日本語の文字。ちょっと待って、日本語、これこれ。サムライミ、サムライシネマ。あー、すげえ、すげえ、これもかっこいい。まあでも古いテレビじゃなくて、あのサムライシネマにしようね。よし、ワクワク。最初は確かロシアのサブタイトルを、わかんない、難しい感じ。蒙古国が対馬に襲来した、血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ、我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな、飲み込まれるぞ、習わし、武勇、誉れ、それが我らが道だ。我らこそ対馬の勇士、我らこそモノノフだ。お父さん。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。はい、よっ。なんだっけ、おじだね。すげえ、いっぱいいる。私たち80人だけど、やべ、よく聞け、腕に覚えのものあらばいでよ。なだチムリーダー、チムリーダー、え、何、あ、リーダーか、なんちゃ。我こそは足立春信、かの足立義信が五代の末裔なり。みんな分かってる、日本語。うい、ダメ、ダメ。ひどい。侍、はい、我に下るか。誉れなき者には情け無用。さあかかれ、リベンジしよう。私コントロールする、する。よし、じゃあ友達に復讐。
こ行く？ちょっと待って、待って待って、これ突然にやらないといけないの？ちょっと待って、うわー、嫌だ。どうしたの？あ、ありがとう。ジン、ついてまいれ。はい。大勢の仲間が。この命に代えても前進せねばなるまいさ。トゲジオ、志村殿。どこ行く？わあ、ひどい。ありがとう、助かった。おのおの、敵将を逃してなるものか。あ、めちゃくちゃ。子供、続け。めちゃくちゃ強いんじゃない？サムライ8人なのに。すげえ。あ、戦おう。よし、行くよ、行くよ。こっちじゃない。あ、もう、もう、なくなった。私、私と戦うの。私、最強だから離れ。よし、次次次、こっち守る。後ろから、後ろから戦うね。よし。私、戦い方あまり覚えてないけど、なんかロック確かあるけど、そのロックは後なのか。大丈夫？うわ、ちょっと後ろ気をつけて、気をつけて。あ、こっちも、あ、こっちもいる。赤と、赤と青、赤と青、みんな青、敵、あ、青は敵、戦う。うん、こっちも。え、なんか感じない、全然感じないの。どんどんと私の HP がなくなってるってこと？私 HP 見えないじゃん。よし、頑張ったね。あれ、みんな、みんな私たちちょっと、あれ、もはや我らのみ。あれ、二人残された道は一つ、敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よくした。わあ、え、みんなたくさん、敵がたくさんいるのに。なになになに、うわ、どこ行く？マジプランとかある？早く逃げよう。いたぞ、あれが敵将。覚悟はできています。ここで決着をつけるぞ。戦え。あ、ちょっと強そうなんだけど、強い。やられたかも。ああ、これが始まりだね。思い出した。あ、おじゅう、おじゅう、おいよ。後ろはなんかついてる、あのアーマーとか。おじゅう、なんで？我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。あ、なんかちょっとプリンが聞け。お前は戦士だ、そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。
だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだこの国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ、我に下るか。ダメじゃん。国のために。いや、ダメよ。確かまだ生きてると思うけど、どうだった。あ、俺じゃん、オース。風が吹いてあ、火事が吹いた。どうしたら。もみじが綺麗ですね。起きろ、ジン。お、やった。よし、起きた。起きたっていうか、まだ力がある。悪い夢。大丈夫？このシーン覚えてる？なんだっけ？いかにしてここへ？ここは。あれに誰かが俺を見てくれた。そうだね、ありがとう、助かる。ここはどっかで大根があるね。あ、これこれ、この大根。武具はない、食料のみ。ここを離れねば。ここを離れれば食料がなくて死ぬよ。あ、誰か。私の刀はどこ？ちょっと待って、刀が欲しいんだけど。確かどっか下に。あれ、ちょっと待って、刀は。もう子供。あ、ちょっと早いね。うわ、村人やば。と入りましょう。誰かが俺をかくまってくれた。その者が太刀も。私目立つんだけどいいのかな。とりあえずゆっくり歩くの学ぼうね。ゆっくりというか静かに歩くの学びます。みんな後ろ向いてないね。いや、ちょっと、うわ、何調べるの。ちょっと待って。あ、足跡。よし。こんにちは。よっ。何があるの？こっちの中誰もいないのか。誰が歯を研いでおった？武士か。武士か。俺の鎧。何も見えないけど。あ、俺の鎧じゃん。よし。壊れておる。だがあるだけありがたい。ありがたいね。ちゃんと守ってくれた。家から出る。本当に出るの？ちょっと外危ないんだけど。武器とか棒ぐらいあったら嬉しいけど。近っ！やべ。ちょっとこっちから出ないですか？あ、人がいるね。他の出口あるのかな。みんなめちゃくちゃ待ってるんだけど。なんかすごい見てる。
あ、こっちか。よし。他に何もないのか。あ。うわ。本当にこのまま出ていいの？戻って。早く。あ。傷はどう？走れそう。走れそう。おそらく。太刀は。ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。隠れます。隠れます。はい。ああ、殺さないで。ごめんね。ごめんを出せ。少しならあるから。持って行って。すげえ上手、演技。あ、ユナさん、やるじゃん。痛いけど。何者だ。ユナってな。すげえ。たちが欲しいならついといて。はい、わかりました。どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。あ、ごめんごめん、ちょっと待たせて。あのやつは何かあるのか。ユナちゃん、後にして。くっそ、かがんで。はい、かがんで。オッケー、行こう。どうする。こっち、こっち。シュブシュブシュブ。待って。うわぁ、チュハルボ。なんだなんだなんだ。助けようと思わないで。よく、ごめんなさい。民の命。いいか、見つかった。どうですか。ちょっとなんか落ちちゃったからパニックになった。もう一回やってみよう。わぁ、綺麗。どうする。こっちはどこ。ユナ、待って待って、私を待って。あ、いや、いない。助けようなんて思わないで。民の命が。え、誰に見つかってるの。ユナちゃん、ユナ、どこに行った。志村殿は戦場におられたか。地頭の知らないね。よし。怖い怖い。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。お、あんたが坂井陣か。地頭の甥の。そうだよ。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。ああ。猛虎に捕らわれてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。金田の木であろう。おじ上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。刀もないし。鎌倉に下部身を送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。おじ上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。うわ、行くぞ行くぞ行くぞ。刀もないし、誰、どこを助けに行くの。自分は今ばかり助けられたばかりなのに。あ、ちょっと明るすぎない。うや、今はこらえて、行くよ。行く、ユナ。よし。待って。待つ。どこ。行く。待つか行くか。通って。通る通る。オッケー。よし。ここは無事に。無事じゃな。そっかそっか。よし。よし、行こう行こう。ありがとう。こういうすごいヒントをやってる言葉とか話したり、
声かけると無事みたいって取ってくださいみたいな。ありがたい。私なんか暗くて何も見えないから助かる。多分エディット中はちょっと隠れるところがない。このまま出たらあいつらに見つかっちまう。一か八かだ。待って、荷車が。荷車何？今だ。行こう。はい、ユナさん聞いておる。早く行くよ。君が遅いんじゃん。おや、こっちじゃない。おい、よし。安定だ。屋根に登るしかない。登る登る登る、私も登る。登る登る登る。屋根の上だよ。屋根の上だ。屋根。見つかっちゃった。もう一回登ってみよう。屋根に登るしかない。よし、登る登る。私ユナより早く登った。とは野党だな。その時いるものを。もらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。私の太刀は私の命だから勝手に交換するな。使えそうなものもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。ひどいね、盗むってこと。マジくらい。こっち下に行くってことか。あ、なんかある。まあ持ち主は本当に死んでるね。いやでも嫌だね。太刀を買ったやつはこの先に住んでる。太刀を買ったやつこの先に住んでるってことは、そのいるか。まずいね、もうこれ見つかったんだ。見張って俺が調べよう。太刀さえあれば家の中に隠したのかもね。こ行く。どこかにあるはず。どこかにあるはず。どこなのでちょう。あ、ありがとう、薬ありがとう。大変助かった。なんか光ったりとかしない？家の中にあるはず。2階は、お、なんか。やったぜ、ありがとう。お、我が名は坂井陣、地頭である志村殿の甥。臆病ではない。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。いたしました。これは坂井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を沈めねばならんぞ。できます、おじゆめ。そうか。おじってお父さんか、おじい、どれ。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよう。はい、はい、おじゆえ。撃ってみろ、撃つはこれ。1、2、3、4。およ、4。三角はどこだっけ。撃ってこい。お、よし、できた。あ、長押しいる。いいよ、当ててみよう。いいよ。
どう？よろしい。さように戦えれば、あざをつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。では、そのあざをつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手から、いかにして身を守る？何？そやつの目に砂を浴びせ、鼻を折ります。はい。それから、めった打ちにしてやりましょう。それは誇りのない、安き勝利だ。あ、ごめん。しかるもの、敵が卑劣であろうと、自らは堕落することなく、己の義を貫け。じゃあ、違う方。忘れてはならぬぞ。はい、おじ上。すいませんでした。では、わしの防御を崩せ。酒井仁が、勇ある武士だと示してみよう。はい、示します。あー、これ、なんか。お、トゥイン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 。あ、このなんかシールドみたいね、シールドみたいがあって、そのシールドを消す。あ、あ、やった。ごめんごめん、自由、ちょっと疲れそうだね、ごめんなさい。よっ、ね、やめよ。コウさんだ。加減しましたね。しておらん。町であったらわしは死んでおった。嘘です。すげえ。嘘つくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。うよ、守りの構えだ。あ、エレワンだね、これ。よく防いだな。うよ、よし。あ、わかった。うよ、うよ、やられた。疲れた、休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え、痛みに耐えてみせよ。あー、回復できる。これが体力。はい。これが気力。気力？なくなったら、あれ？ああ。この気力を使って体力を。では、受け流しを教えよ。わしの動きをしかと見ている。打ち込まれたら、すかさず防げ。おや。覚えが早いぞ。そうだね。ういっと、やられた。完全に受け流すのだ。ういや。やられた。そう、体力、気力を使って体力を上達しておるな。回復する。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。丸と、あ、ある。丸とある。わしがついたら、避けるのだ。違う。よし、その息だ。ああ、なるほど。よいか、かわしたら、すぐさま攻めろ。ああ、そう、わかった。かわしたら、すぐ攻めろ。よ。よい切り返しだ。ういよ。あ、違う、違う。どうだ、いかなる武具も、いかなる兵も、打ち破る手はある。ご指導、痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて、陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に5本打った方が有限を決めるとする。では、タコにしましょう。タコにしましょう。うわぁ、よっ、見事です。うまいぞ。に、やられた。やっぱりおじ上は上手だね。タコ食べれんわ。前にあと一つだけ問う。はい。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。何わかる。主への忠義、よかった。己を律すること。あと、申してみよう。誉れ、勇猛に戦い、酒井の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。すげえ。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。いや、優しい、めちゃくちゃ。
だがまずは、うん、主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる、うん、しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。頑張れ。アフナテル様。あら、私も並んだ。並んだ習った声。誰が来たんぞ。戦ってみ。見た？ちゃんと勉強した通りだね。ああ、見つけたんだね。馬はどこにおる？馬屋にいるかも。来て。え、切る、切る、来る。行く。あ、もう静かだね。あ、でもちょっと騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ？知ってみる？裏手さ、おいで。本当にいいの？ぷにょん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 。捕まれないようにね。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。誇りはないよね。道理に背くつもりはないぞ。そうだよ、戦おうよ。来い、鬼畜ども。いた、いた、いた。よし、1、2、3。よし。近いな。助ける気じゃないだろうね。もう隠れんたちも取り返した。どうやった？何？ごめん、どうやって閉める？あ、こんにちは。バンペだ。一人も逃がすでない。逃がすでない。あ、痛い。あ、よし。後ろも。あ、全然全然なんかアタックしてない。ありがとうございます。うわ、怖い。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。ね、あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにそうね、これ以上見殺しにはできぬ。うん、あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。いや違うよ、力になる。一緒に行くよ。あ、オッケー、わかりました。馬屋はすぐそこだよ。よし、馬屋はすぐそこなんですけど、馬屋は次のエピソードにやります。今日はここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録とライクボタンをお願いします。次のエピソードにジンとユナの旅を続けましょう。そしてジンさんのおじおえの居場所を探しましょう。バイバイ。